こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの一眼レフですね。R4S になりますね。はい。こちらはですね、とても値段もこなれていてですね、絞り優先 AE もついていますし、シャッターももちろん信頼性ありますので、とてもおすすめのボディになりますね。はい。ライカのですね、一眼をですね、お使いになりたい方はですね、ぜひですね、エントリーのモデルとしてとても最適だと思います。はい、ライカのですね、一眼レフ用のレンズをお使いになる方はですね、結構ですね、やはり最近はデジタルでですね、α7 とか EOS シリーズでお使いになる方も多いんですけれども、最近はフィルムも大変見直されてきてまして、ライカのボディとこのレンズでですね、フィルム使いたいという場合はですね、この R 型のボディ結構おすすめですね。はい。ライカといえばですね、M 型ボディですけれども、こういったですね、一眼レフにもですね、結構力を入れて作っておりましたので、ぜひですね、お試しみてください。ということで、はい、本個体から、状態から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、目につくですね、すごい使用感、経年感は見られずに、大変綺麗な状態キープしてますね。底蓋の部分も綺麗ですし、目につく当たりへこみとかですね、すれなどは見当たらない、部品といって差し支えない状態だと思います。よくこういうところにすれとか当たりがあったりするんですけれども、そういったものもないですね。で、このレバーも白く劣化したりもしてませんし、大変綺麗な状態です。革の剥がれ、めくれなどもないですね。はい。で、ファインダーもホコリとかカビなどありませんで、非常に綺麗に見えてますね。すっきりと見えております。はい。ですね、この R4S はですね、この絞り優先 AE がついてるんですけれども、露出系のですね、動作と絞り優先の動作も確認しておりまして、ここ電池を入れて使うんですけれども、きちんと動作確認させていただいておりますので、ぜひですね、お試しいただければです。電子式シャッターになりますので、こう電池を入れないとシャッター切れませんので、注意してくださいね。はい。ですね、露出系はこのファインダーの中を見るとですね、この右側に出てくるんですけれども、それの動作もですね、しっかりと確認していたしております。はい。付属品はですね、こちらのボディキャップです。はい。ということで、ライカの一眼レフのですね、非常にポピュラーなタイプ、ライカの R4S ですね、R4S になります。このままでもですね、非常に調子のいい個体でなんですけれども、末長くお使いいただくためにですね、念のため、分解整備、清掃、調整をですね、改めて、ご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということで、はい。大変ポピュラーなライカの、一眼レフカメラボディライカ 4S になります。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。